はい、どうも皆さん、こんにちは。キャポンです。本日も動画投稿していきます。よろしくお願いします。はい、本日の動画はまたサブスリー関係の動画になってしまうんですけど、結構質問をいただくことが多くて、どういった練習が良かったですかとか、効果的でしたかっていうのを、いただくことが多いので、それ話してなかったかと思って、振り返って今から話していこうと思います。ただ、ど素人のあれなんで、はい、そんなね、聞き流す程度で、よろしくお願いします。パッと思い浮かぶので、3つぐらいあるので、順番に1つずつ話していくんで、よろしくお願いします。はい、まずスピード系なんですけど、個人的にやっててよかったのは、ロングインターバル走をやってて、よかったかなと思います。で、ロングインターバル、僕の場合は3000メートル、かける2本で、行っております。で、ペースとしては、3分30から、40、場合によっては、50とか、それぐらいで、やっております。理由としては、1000メートルのインターバルはどっちかというと僕の中では、スピードをこう磨き上げるとか、そういったイメージが強いんですよね。で、僕自身そこまで、スピードをもっと強化したいかっていうよりは、どちらかというと、スピード持久力の方を強化したいなと思ってたので、3000メートルかける2本とかで、そういうので、スピード持久力を、つけようと思って、その練習をしてましたね。で、その練習で個人的に良かったなと思うのは、その振り替えができるというか、3000メートル1本あったら僕は5分ぐらい、休憩取るんですけど、その間に、さっきの自分の走りどうだったかなとか、足の調子どうとか、腕の振りどうとか、そういったのを振り返る時間にして、で、2本目に挑むっていう感じですね。で、本来なら、それが終わった後に10キロのペース走とかを、昔はやってたんですけど、金沢マラソンの前はちょっと足の調子もあったので、そこまで無理はせずだったんですけど、その10キロのペース走だったら、キロ4から4分15で走るっていう。で、そのペースで走ってると、やっぱり、ゆっくりに感じるんですよね。さっきまで3分30とか40ぐらいで走ってたから、その4分15とかがすごくゆっくりに感じるので、その4分15がゆっくりに感じたら、さっきの練習良かったなと、思いましたね。はい、二つ目は30キロ走を行ったことです。で、30キロ走でもペースとしては、4分25から30ぐらいで僕は、行っておりました。で、理由としては4分15でやるとね、やっぱね、こう力をちょっと出し尽くしてしまう感じがあって、その後の練習というかね、あんまり力が入れなかったりとか、やっぱり疲労感が残るので、ちょっと軽めというか、そういうので、4分25から30ぐらいのペースで走っておりました。で、それぐらいのペースだと、普段から全然その走ってるペースなので、考え事ができたりとか、今自分がどんな状態かなっていうのを確認しながら、走る練習にもなりましたし、で、25から、その30秒の間で決めてたのは、ペースをね、やっぱり一定に保てる練習もしとこうと思って、どうしても、そういった練習してると、後半ら辺にちょっとやっぱ調子が良くなってくると上げたりするじゃないですか。そういうのをちょっと僕は防止したかったというか、止めたかったんですよね。一定のペースでちゃんと走るっていう練習にもなったし、あとその、30キロ走をやってると、どうしてもこう、しんどい波も来るんですよ。22、3キロから、25、6キロの間とか、僕はそれぐらいがしんどくなるんで、そのしんどくなった時に自分がどういう風に感じるとか、このしんどい時を、どういう風に乗り切ればいいかなっていうのを、経験して、それを本番に生かすっていう感じでしたね。なのでそういった意味では30キロ走、やっててよかったなとは思います。はい、3つ目は180分の LSD ですね。これはド定番っちゃド定番ですよね。180分間動き続けて、本番と同じ時間、動き続けるっていう、練習ですね。で、僕自身としては、キロ6分ぐらいですね、ペースとしては。で、ここはどうなんかな、人とちょっと違うかもしれませんけど、シューズとかも、あんまりこう厚底系のシューズは履かずに、むしろその、
薄底って言ったらいいですかね、まあ、僕の場合だとナイキフリーランとかを履いて履いて走ってましたね、まあ、理由としては、まあ、そういった薄底で走って、まあ、足裏を強化するとか、まあ、足腰鍛えるとか、まあ、そういった目的ですね。でそれを履いた次の日とかにこうベイパー履いたりするともうやっぱり感触がなんか足の裏の感触がすごくなんかね分かるんですよ。これねうまく言葉で伝われるのが残念なんですよ。なんかこう設置した時とかのそのね感じがねはっきり分かるんで、僕はその長い時間とか走る時とかでもそういった、薄底を履いて走ってるっていう感じですね。まあでも厚底ばっかりねどうしても履いてるとまあなんか楽っちゃ楽なんですけど、ただなんか僕個人としてはなんか足に刺激が足りないなって感じてるので、まあ薄底のシューズを履くのも、練習の一つになると思うんで、よかったら、試してみてください。はい、もうこんな感じでね本当ざっくり話しましたけど、多分ねそんなね珍しい練習ではないと思うんです。結局なんかこれ聞いたからこれやっていけるとかはなくて、結局なんか毎日の積み重ねというか、まあそういったものが、まあ、その結果につながるものだと思うんで、今言った僕が言ったものを、まあ、試してみて合う合わないはあると思うんで、まあご自身で一回やってみて、まあこれが自分に合ってそうやなと思うなら、まあ続けてみてください。ちょっと自分に合わんなと思ったら、はい、その時はもう別の練習をすれば、いいと思います。ご自身に合うものを。はい、そんな感じでちょっとざっくりとお話しさせていただきました。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターに伝えてますんでよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。